はい、こんにちは。こんにちは。Be Our Selves代表の西村淳一と西村文子です。はい、こんにちは。こんにちは。先日さくらんぼ狩りに行ってきました。楽しかったね。うん。友人の金丸さんという方がですね、山梨県は南アルプス市の方でですね、さくらんぼ農園を経営されてて、まあ、そこでさくらんぼ狩りをしながらバーベキューをしようなんていうね、企画があったので、これはいいやと思ってね、参加してきました。初めてさくらんぼ取ったよ。ね、さくらんぼ狩りって初めてだ俺もね、うん。なんか食いすぎた気が。さくらんぼのこう木がどうやってできるのかとかね、教わって、うん、いやーなんか想像してたのと全然違って、うん、びっくりしちゃった。ね、なんかさくらの木を途中で切ってですね、そこの脇にさくらんぼの枝を刺してなんかほっといたらできるらしいです。だからさくらんぼの木っていうのはないみたいですね、そういう意味じゃね、うん、でそのベースになる桜によって味が違うとか、 なんかで言われてみてね、その農園の中でいろいろねさくらんぼを取ってみたら、うんうんうん、やっぱ木によって味が違うって本当で、本当に違って、美味しい木とかってそうそうそうこの木が好きとか言ってその木を食べまくるみたいな、ね、こう甘いのもあれば酸っぱいのもあるっていうのが、うんうんうん、本当にね木によって違ったんですよ。面白かった ね、 ね、あえてさくらんぼなるんだっていう、うんうんうん、本当びっくりしました、うん、でまあバーベキューを食べたりそのさくらんぼを食べたりしながらやってたんですけど、まあ、バーベキューってことでね、我が家にちょっと余ってた鹿肉なんかも持ってってですね、一緒にバーベキューしてもらって結構喜んでもらえて、ね、うんうん、そうそう、鹿肉ってなんか初めて食べるっていうの結構いて、で、まあ、ジュージュー焼いてたら結構みんな喜んで食べてくれてよかったですね、うんうん、なんかうちで作るより美味しかった。美味しかった。全然違ったね、え、あの鉄板がいいのかな。ねえ、うん、うちはね、さばききれなかったのカルビとかね、うんうんうん、肋骨ごと持ってて。ねえ、うん、でまあちょっとね、その鹿肉を持っていったってことでお礼をいただいたりしてね、なので、まあ、それをもとにですね、さくらんぼをお土産に買って帰って、もういつも鹿肉をくれるおじさんにお礼としてさくらんぼをあげたりとか、うん、あと友達にさくらんぼ渡しに行ったりとかしたんだよね、うん、そうそう、まあ、鹿肉がさくらんぼに変わってさくらんぼがなんだっけ、チキンナゲットに変わった。チキンナゲットをもらってお礼にって言ってチキンナゲットをもらってその日の夕飯になったんだけど、そうそうそう、そうね、もらった鹿肉がさくらんぼになり、さくらんぼがチキンナゲットになりと、こうね、時間と場所を超えていろんなブツブツ交換が起こってました。なんかそういうなんか価値あるものを価値あるところに届けるっていうのかな、なんかそういうのって俺たちよくやってるなーなんていうのを二人で話してました。初めてね鹿肉食べる人にとってはね、それが面白いし、まあ、僕たちもそれ楽しかったですしね。それでじゃあさくらんぼもらってね、鹿肉いただいたうちに返すし、多分また鹿肉もらうのかな。友達ん家に持ってったらナゲットになるし、な感じで、やっぱなんかそういうブツブツ交換で価値交換をするっていうのをね、なんかよくやってるなっていうことを話してて、でそれってこういう知識をね、欲しい人にあげるっていうか、必要な人に知識を渡していくっていうのも同じだよなっていうことで、まあ、そうやって感じることとしては、なんか価値を循環することでなんか新しい価値を生んでるっていうか、うん、そういう感じがあるよね。だから あなたもそういう価値の循環の輪の中には必ず入ってますので、ぜひね、何でもないことかもしれないですけど、あなたが近くの人に対してね、価値を与えるっていうか、なんか提供するっていうことをすることで、さらに大きな価値を生み出しているということを意識してみてください。はい、じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。